冷静に見るとこの辺では遅いし、ここではめっちゃかめっちゃか。さあというわけでチーム日本一決定戦、これは面白いですね。もう大クラッシュの続出もうワクワクするですね。この5台がもうドミノのようにパタパタパタいやいや面白い映像が撮れるかもしれないですよ。一組目は長野対四国徳島の戦い。チームナイトマジック、この辺で遅いし、ここではめっちゃかめっちゃかだし、団体戦全国大会と1回戦落ちたよこれ。うるさいな、谷口ね。まず最初はですね、はい、上信越北陸地区代表、うん、代表、まあ要は長野ですね。要は今の言い方要は長野、今ナイトマジック2、当たったよ、ね、すいません、捨ててんじゃん。だってパナウェーブがいるもん。なんかさ、さっきから彼なんか何やってなんで、なんでパナウェーブ何やって、森田さん、電磁波受けまくりだよ、こうね、ほら子孫反映できないよ、それこれ大体さ、これ何汚くない汚い、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 見よう、見せるとびっくりですよ、これ、ね、見よう、見よう、見ようよ、これ前なかったよ、これに限ってノーマルなんだよ、ね、そんなさ、レーダーなんかいらねえじゃん、そんな気にせないでしょ120キロいいとこだろ、やったこれパワー出てるよ、C80、え、さ、これエンジンは新型 4AG6 気筒 3500cc 1GG って書いてあるだろ、お前オリジナルサクションパイプ、そう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 、そ う, うーん、すごいキット、はい、いや、今長野主流これだな、そうですね、今主流がクレスタ、チェイサー、マークスーだろ、え、言ってないし、あ、回ってる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 、あ、これハイカムだし、かなりいい、いい、あ、いい、いい、いい、オッケー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 、これ期待できるね、はい、オッケーオッケーオッケー、分かってよ、これ何馬力ぐらい出る、これいいね、これいいね、かなり出てる、俺マジでこれね、塗装すげえかっこいいと思ったの、これ新しいデザインだよね、うん、で、これ狙ったんだろって言ったんだけど、狙ったんだよな、はい、あ、ちょっとあのまたお前かよ、またお前かよ、何回持ってる、全部お前が紹介すんのかよ、エンジン見せてるよ、エンジン見せてる、これこれ、これもちょっといい音するの、これ、あ、します、はい、エンジンちょっとかけてみて、かけてみて、かけてみて、回ってる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 、おー、来た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 、いい音、いい音、オッケーオッケーオッケー、いい音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 、マジでいい音してる、長野大体分かった、長野さん、ってことですね、ちょっとですね、もういいから、はい、こいつらが本当に走れるのかどうか、はい、あの地元に取材してきましたんで、そっちを見てください、走ってるらしいですよ、ちゃんと、それ見てみよう、はい、どうぞ、タッタラ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 ッタ、何やらね、長野からね、イカ天の全国大会に出るチームがいるらしいよ。さあ、そのチームをレポートしに行きたいと思いますですよ。はい、長野といえば忘れてはいけませんね、ドリドリです。長野といえば土屋圭一、さあ、お家をどうぞ。ん、大豪邸、大豪邸です。今日は誰もいないみたいですね、物を取るなら今のうち。じゃあ、いよいよ行ってみましょうか、陶芸、はい。上信越大会からエントリーのナイトマジックというやつらの連中の走ってるホームコースに来ましたですよ。なんかね、こう平成の車の中に混じってなぜか昭和の車、じゃーん、エンジンがあの GX81 だって 2.5 を移植しまして、タービンが TB06 で、透明のサージタンクをつけまして、あとは盗聴のパイプがついてますんで、これはかなりイケるマシンになってますんで、どうぞ皆様お楽しみに。はあ、かつてのおじさんのホームコースで真っ昼間から早速練習開始、何年経っても未だ現役のストリートサーキットなんです。さあやってきた、さあちょっとつづら折りの小さいコーナーが続く SD、 おっ、なかなかいいんじゃないでしょうか、3台はいいけどね、お前何やってた、なんか1台だけただ通ってただけですね、これ団体になるの。さあ、それでは長野ナイトマジック、当日は頑張ってほしいと思います。5台まとめてちゃんとおめたち走ってこいよ、いいか、さあ、本番1本目、長野チーム長野
今のは痛いよ。赤旗です。今のはね、首伸びたよ。あれ、なんであっち行っちゃったんですかね。いやね、白ね、はい、さっきの練習からですね、はい、必ず振った後にお告げをもらってるんですよ。うん、世間一般的には大事故なんだけど。大事故です、もう全然。なんだ、あんだけなんだ。帰るんじゃねえかみたいなところに言いますからね。おぉ、ザクです。ザクだよ、ザク。ハワイとかで走ってそうな、あれですかね、今。おぉ、フルブレーキ。ザク、サイドフルブレーキ。いいね、アロハもいいね。ほら、もう、もう、絶対立ちつかめるじゃない、あれ。見たくないもんね、こういう人のことは。こっちもね、見られたくないし、あんまり。かける言葉はね、ない。さあ、それでは気を取り直して行ってみたいと思います。はい、マジック4体になりました。4体ということになりました。さあ、どうだ。3体に勝ったました。入った。なんとしてもいったー。ナイト2、今度は福島。3体になってしまいました。ナイトマジック2、1周1台の計算だけど5周でなくなります。なくなります。どこだろう、インターラクーラー潰れちゃったね。ダメですね、あれね。ポポポン、ポポポン、ポポポンポン。ガラガラ言っとる場合、これがいくらするのか、彼には分かっとかどうかは分からんとですけど、この車より確実に高いとですよ。さあ、先っぽがないバイレンズ。ナイトマジック2! チームなんだっけ、チームモチブチ。違うだろう、お前分かんない、ね、位置関係が。モチヅキってどこだか分かんないんだから。分かんないよ、お前。あ、お土産なんで、これ僕実行委員会やってるもんなんで。ありがとう、使ってください。これ祭りのね、実行委員会ね、高木祭り。あ、これ高木祭りって有名だ。高木祭り聞いたことないです。俺もじゃあ今度東武町祭りってやる。あ、本当ですね。東武町祭りだよ。どこの町ですか。うちだよ。違うと、あの素晴らしいあのデバリーヒルっぽいところ。デバリーヒル、足引っ張るの、この180。誰多分ね、千田さん本当に覚えてません。冷てぇ。見てみようよ。見てみようよ。じゃあ、うちの風間の走らせるから。いいですよ。やっぱ違うよ。どこが違うんだよ。言っただけだもん。分かるんね。こうするんですけど、違う。1周目が大事なんだ。違う。風間も大人になったよ。うん、そうだね、イエーイっていきなり行かないもんね。イエーイっていきなり行かないもんね。やめとくか、危ないから。やっぱバカだな、あれは。
なんで行っちゃうんですかね。前上がっちゃうの。同じ D1 選手として谷口さん、そうだよ、あれはどういう状態なんでしょう。あり得るんですか。あれですね、はい、D1 選手というよりも、はい、僕は風間君友達なんで、うん、かわいそうまたバイトの日々が始まるね柳沢友です。これはいいよ、すごいですよね、飛んできてる。うわーっとー、来たー、来たー、これすごいじゃん。 OK、 これ来たー、 D1 レベルに近いっすよ。タイロン、いっぱい来ましたよ。続いて柳沢、縦、いいよ、いいよ、おー、OK、 1本目より全然いいですね。これ綺麗じゃないですか。1本目より全然いいですね。安定度も非常に高いですよ。続いて、はい、次や、いや、どうだ、これは。マフラーが地面ついてね、マフラーになってますよ。続いて中島が来ます。クリアです。この中島がなかなかいい走りを見せている。いいんじゃないかい。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないか。角度がいいよね。この中では唯一スピードが乗っていない斉藤 FC。 あー遅い、遅いな。あー持ってき方も悪いし、車もボヨンボヨンしちゃってるし。さあ柳沢どうも、いよいよラスト。おっと本来の走りになっていない。なんかやっぱりおかしい、キレがない。もう1コーナーのアウトに寄せるのを見ちゃってるもんな、ね、だからここも来ないしね。足が入ってきちゃってるから全然違うね、入り方は浅いもんね。普通のやつの入りになっちゃった。さあ続いて柳沢、竹里、オーバースピードで来い、オーバースピードで。さあスピードを乗せてきたいところ。これもやっぱり同じ、いスピードが乗らない。さあ中島陽介ラストの走り、今ちゃんとですよ、中島陽介、いやあちょっと乗った、ちょっと違う、うーん、これもなー、回った、似たり寄ったりだな。ちくわ、ちくわ、はい、柳沢ちくわ、北陸大会第3位。早い早い早い、これ早いよ、これ早かったですよ、これ早いよ、これ。さあ中国大会75回の第2位、吉川海、北陸第3位の柳沢ちくわ、後ろの方がパワーは全然ありそうですよ。さあ吉川が、あっ、うまいぞ、吉川ミスター、アンダー、ちくわ有利、入れ替わりました。柳沢ちくわが前、吉川が追いかける、パワーがない、86が後ろからやってくると思います。入り口からドリフトした、追いつくかな、おお、頑張ってますよ。これは五分。五分だね。だけどさっきの七三がある。あ、ちくわが勝ちました。さあ柳沢が前、安藤が追いかける中国対北陸の戦い。あ、ここでミスを恐れちゃいかんですね、二台とも。あ、安藤後ろから突くか。ああ、安藤がミス。安藤がダメいった。なんか足がダメ。なんか足がおかしいですね。やっぱ足。足いっちゃったね。足いっちゃったね。さあ柳沢ちくわの勝ち。